皆さんこんにちは餅月千恵です第2回の動画では池崎選手が活躍されている車椅子ラグビーの魅力についてお話を伺っていきますでは続きまして車椅子ラグビーの魅力についていろいろとお伺いさせていただきたいんですがまずは簡単に車椅子ラグビーのご紹介をさせていただきますまず車椅子ラグビーはラグビーバスケットボール バレーボールアイスホッケーなど複数のスポーツの要素を取り入れて作られており試合の行われているコートはバスケットボールと同じ広さのコートを使用していますボールはバレーボールをもとに作られた専用の公式球を使用し指定エリアにトライすることで点数が入りますボールは膝の上に置いて運ぶかパスや転がしたりしながらトライを目指すものです ということで、いろいろと車いすラグビー、特徴があるかと思いますが。チーム編成というものも、ちょっと特徴があると伺っておりますが、チーム編成はどういうふうになっておりますか。そうですね、あの試合をするには、一部、あの四人で、あの試合をするんですけど。その、あの四人の。それぞれに、あの。選手、それぞれに、持ち点っていうのがつけられるんですよ。 車椅子ラグビーは持ち点制って言われてまして。それじゃあ持ち点は何なのって言ったときに、その障害。の重さ、軽さで決まるんですよ。で、一番障害の重い人が零点五。で、一番障害の軽い人が三点五。で、七段階。零点五刻みで。選手に点数がつけられるんですね。で。自分は、まあ、三点ゼロ。 っていう障害の軽い方になるんですけどもでその1チーム4人その4人の合計が8点になるように組んで試合に出れると例えば僕が4人いました世界最強じゃないかとでも3点4人いたら12点だから試合に出れないですよいや宇宙1かもしれないですでも出れないですよ出れないですよね でも3点2人だと6点人だじゃないで,すかでまあこれはもうハイポインターで障害の軽い人2人あとは2点しかないので障害の重い人が1点の人が2人で合計8点で試合に出ることができるんですよ。でここのまたいいとこっていうのは障害の軽い人だけ出るんじゃなく障害の重い人も軽い人も一緒に試合を出れる。 チャンスがあるっていうまあそれも一つの大きな大きな魅力なのかな女性選手が加わる場合はどうなりますか4人で8点じゃないですかでも女性選手が加わることで8.5プラス0.5で組めるんですよ女性が入るとより障害の軽い人がコートに出てプレーすることができるのでやっぱ攻撃にしても守備にしても すごく強いチームが作れる。っていう大きなメリットがある。さまざまなこの車椅子ラグビーならではというものの特徴があるかと思うんですが。池崎、はい、選手が思う車椅子ラグビー最大の魅力とは何ですか。やっぱフルコンタクトスポーツじゃないですか。もうあの記憶に残る。頭から離れないこのフルコンタクトスポーツ。ならではの音と。その衝撃。っていうのは。 見てても楽しめるし体験してもなんか夢に出てきそうなぐらい残ってしまうそのインパクトの強い競技それが一番の魅力なんじゃないのかなと僕は思ってはいますねでも初めて見る人はあの悲鳴か歓声かわからないような声は聞こえますドーンってタックルしてダーンって倒れた時 キ何か,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 、えー、か,かいろんなやっぱり声が聞こえてくるけどそれが一番の見せ場っていう障害者昔は弱者,って弱者と言われていたかもしれないけども自分たちはこういう競技をしてるんだよと自分たちは強い人間なんだよと自分たちは何でもできるし何でも挑戦できるんだよとやっぱそういう意味でも すごくあのメッセージ性の強いインパクトの強い迫力のある競技だと思うんですよね。選手の皆さん全力でこう立ち向かっている試合なんですが、はい、その体作りのためのトレーニングっていうものはこう工夫していることはありますかあの今加圧トレーニングすごく低負荷で乳酸を出しあの筋肥大をして。 48時間も成長ホルモンが出続けるっていうすごく自分たちまあ自分にとってあんまり負荷をかけると関節が痛むので負荷をかけずに体を大きくしてくれるまた追い込んでくれるっていうトレーニングを今してるんですよすごくもう2時間やっただけでもう動けなくなるぐらい追い込めるっていう。それをやってからも 体も大きくもなってきてるしそのパフォーマンスも上がってきているっていうところがあるのででも、じゃあそれをみんなできるかというとそれはできないのでそれぞれ自分に合ったトレーニングっていうのを工夫しててやっい、はい、る。はありがとうございます。それではですね、実際に池崎選手が試合で乗っている車椅子に乗っていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、いお願いします。 それではここで先ほどご紹介いただきました、車椅子ラグビーで使われる2つのタイプの車椅子についてご紹介いただきたいと思います。比較といたしまして、車椅子バスケットで使われます車椅子もこちらにご用意させていただきました。お願いいたします。はい、わかりました。で、車椅子ラグビーは2種類あります。で、こちらが攻撃用、オフェンス用です。こっちが守備用、ディフェンス用です。 でまあ、見てもらえばちょっと違いは分かると思うんですけどもこっちの攻撃用は障害の軽い選手大体いい2点から2.533.5障害の軽い選手が乗る車いすなんですけど前の部分これをウイングと言います。これはフルコンタクトスポーツで 車椅子と車椅子がぶつかった時にここでしっかり守ってくれるためのものです。でてやっぱ動いて隙間を抜けていったりとか相手にタックルしたりとかそういうことをするためにシンプルにできてます。でこっちが守備を主に障害の重い人が乗る車椅子なんですけど。 ここにさっきのオフェンス用とは違うバンパーといいうものがついてます、まあ、これは何のためについているかと言いますと障害の重い人がローポインターがハイポインターを止めるときにここで引っ掛けるんです引っ掛けてこの動きを止める止めているうちにボールを持っている人が走ってスコアをするそのためについてます。で主にローポインターっていうのは 引っっ掛けけたたりりこうやって引っ掛けたり相手の僕がディフェンスだとしたらあんとディフェンスをこうやってブロックしたりとかあとは道を作っていって自分がその後ろをついていくとかっていう役割があってこのオフェンス用とディフェンス用2種類の車椅子があります。こちらの車椅子バスケット ラグビー用の車いすラグ車ですねバスケ車とラグ車の大きな違いはやっぱこのフロント部分のウィングっていうところですねあとはフルコンタクトスポーツなんでラグ車の場合はぶつかっても壊れないようにちょっと頑丈にできているので重いですだいたい15キロから20キロぐらいありますでもバスケ車の場合はコンタクトがないので本当にシンプルに軽量化されて前の方も ウィングというものがパイプ一本で終わってる。まあ、そこが大きな違い。あともう一つは、あの横を見ていただくと分かるんですけど、スポークガードが付いてます。ラ落車の場合は、こういう黒いやつですね。でも、バスケ者の場合は、コンタクトがないので。スポークタイヤの中にある。スポークがむき出しになってます。でも、ラ落車の場合だと、タックルがあるので、何もカバーがなければ。 全部折れてしまうのでそれを保護するためのこういうカバーが付いているこれが大きな違いになってますはい、ありがとうございます、はい、それでは実際に動きを見せていただきたいと思いますわ、はい、かりました 他の競技にはない激しいぶつかり合いすごかったですね次回の動画では池崎選手のプライベートなお話なども伺っていきたいと思います